シャクラシャクラに手話を取り入れた身体表現をつけて歌ってみます。シャクラシャクラはゆったりとした曲なので、身体表現もゆったりとしたものをつけます。まず桜ですが、5枚の花びら。桜、桜。野山は山だけ表しましょう。野山も、そのふもとが里です。里も。見るは2本指でぐるっとこう見てください。見渡す。限りはずっと向こうまで見ましょう。限り。霞は手のひらと手のひらを合わせて、こう向けたら、もやもやと2回。霞か。雲はもくもく。雲か。朝日は日が昇ってくる様子。朝日に、匂いは鼻に入ります。匂い。桜、桜。花盛りは花が開く、たくさん開いている様子です。花盛り。それでは曲に合わせてやってみましょう。花を手話で歌ってみましょう。それでは一つずつ説明をします。まず春ですが、暖かい風が来ます。春の、うららは明るいという手話をのんびりとした感じでやってみてください。うららの、隅田川は指文字で出します。これす、親指、人差し指、中指です。で、みだは親指を立てて横に引っ張ります。すみだ、川は3をシューッと3本川ですね。川、上り下りはこうしましょう。上り下りの、船人は船を作って、人はこうやって人々という手話です。で、歌に合わせるために、船人まで船を作っておいて、がーとやると、歌とうまく合います。で、貝は船を漕ぐオールです。貝の、雫は雫型作って跳ねましょう。しずくも、貝のしずくがこうピュピュピュとこう飛ぶ様子が、あの桜の花が散る様子に似ているな、ね、ということで、花は桜です。この場合で、桜の花は花びらが5枚ですから、5を出して手のひらを合わせてこうギューッとねじります。これが桜という手話です。花と、これ似てるよ。散る、桜の花が散る様子に似ているよ。眺めは眺めます。眺めを、何には何、何に、例うべきはこう比べるのが難しいという手話をしましょう。例うべき、
カタツムリの歌を手話で歌いましょう。まずチョキとグーを出します。チョキの上にグーを乗せてカタツムリ、でんでんむしむしカタツムリで、お前は手のひらを上に向けた感じで指さします。お前の頭はどこ、は場所なにで、どこです、どこにある、角出せ槍出せ頭出せ。2番も同じです。でんでんむしむしカタツムリ、お前の、次目玉ですね、目玉作って、目玉はどこにある、角出せ槍出せ目玉出せ。それでは1番2番通して歌ってみましょう。でんでんむしむしカタツムリ、お前の頭はどこにある、角出せ槍出せ頭出せ。でんでんむしむしカタツムリ、お前の目玉はどこにある、角出せ槍出せ目玉出せ。カエルの合唱を手話で歌ってみましょう。カエルはぴょんぴょん跳ねます。ぴょん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 。カエルの歌が聞こえるは、これ聞く聞く、音がピロピロと入ってくるという感じ。これピロピロピロできるかな。聞こえてくるよ。クワクワはそこでもそこでもそこでも鳴いているというふうに指さしましょう。クワ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 。ケロケロはパクパク、お口パクパクでニコニコという感じですね。ケロ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 。またクワクワクワ。それではゆっくり歌ってみましょう。カエルを用意して、手を上げるときに息を吸います。カエルの歌が聞こえてくるよ。で、指さします。クワ、クワ、クワ、クワ。ケロ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 、クワ、クワ、クワ。それでは、カエルの合唱を臨床で歌ってみましょう。まずは2人バージョン、簡単な歌い方です。カエルの歌が聞こえてくるよ。カエルの歌が聞こえてくるよ。クワ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 、ケロ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 、クワクワクワ。それでは4人バージョンで歌ってみましょう。これはカエルの歌がときたら、すぐにまたカエルの歌がといきます。引きずられないようによく聞きながら歌ってみてください。カエルの歌が聞こえてくるよ。カエルの歌がケロ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 、クワクワクワ。手話を使うと誰が
どこを歌っているのかよくわかります。ぜひやってみてください。キラキラ星を手話で歌ってみましょう。まずはお聞きください。キラキラ光るお空の星よ、まばたきしてはみんなを見てる。キラキラ一つずつやっていきましょう。まずキラキラ光るは顔の横でキラキラっとします。キラキラ光る。お空はこんな手話になります。お空の星は高いところでピカピカと光ります。星よ。ここまでやってみましょう。キラキラ光るお空の星よ。これがもう一度出てきます。次、まばたきですが、目の横に指を揃えて目をパチパチ、まばたきしては、みんなはみんなという手話ですよ。みんなを遠くから眺めています。見てる。そして最初に戻ります。キラキラ光るお空の星よ。それでは一緒に歌ってみましょう。キラキラ光るお空の星よ、まばたきしてはキラキラ光るお空の星よ。童謡のうさぎを手話で歌ってみましょう。うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねる。それでは一つずつやってみます。手を上げるときにふっと息を吸って、ここでうさぎといきます。うさぎはこれ耳ですね。耳が後ろにペロンとこう垂れてる様子です。うさぎうさぎ何はこれで歌に合わせて1回だけしてください。なに見るは2本の指で見ます。なに見て跳ねるはこれが足になってぴょんぴょん、跳ねる。十五夜お月様が大変です。頑張っていきましょう。まずこれが1、曲げると十、これが親指を横に出して5、暗くなって夜、十五夜、十
五、や。続けていきますよ。十五夜。次、お月様ですが、普通はこうします。お月様。でも、十五夜のお月様って丸いですよね。そこで、お月様と丸い月にしましょう。忙しいですよ。十五夜からやってみますよ。十五夜お月様、ね、かなりゆっくりやっても大変です。何回か練習しましょう。十五夜お月様、もう一度。十五夜お月様。見て跳ねるは最初と同じ。見てで跳ねるも同じなんですが、跳ねるで最後音が止まるときにピタッと着地しましょう。見てからいきますよ。見て跳ねる。それでは続けてやってみましょう。うさぎうさぎ何見て跳ねる。十五夜お月様見て跳ねる。手話が揃うと歌も揃います。ちょっと難しいけれど頑張って練習してみてください。それじゃあ、童謡もみじの歌を手話で歌いましょう。まず秋は涼しい風が来ます。秋の夕日は地平線にだんだん日が沈んでいきます。夕日に照る山、照らされている山を思い浮かべて、もみじは赤ちゃんの手のような形。もみじ、ちょっと大きいですけどね。恋もと手を互い違いに前後ろにやって、薄いもで、数あるはたくさん、数あるで、いろいろ、中に、3回ね、中に。松は日本歯でチクチクしますので、これで松の木です。松の色、彩るはこうなんですが、歌に合わせてね、松を彩る。楓で同じです。楓や、ツタはツタはと、鶴の植物なので鶴を描きます。山の、先ほどと同じですね、ふもとは下の方、ふもとの裾模様は下の方に模様があります。裾模様、これが1番です。2番は谷です。谷の流れはチャプチャプ、流れに散ります。散り、浮きます。浮く、もみじ、波に揺られます、ね、波に揺られて離れます。離れて寄って、夜は一緒にという手話です。赤や
や黄色の赤は唇、これが赤です。赤や黄色は親指をおでこに当てて、これが黄色です。歌に合わせて黄色の色、先ほど出ましたね、色。さまざまはぐるーっといろんな色がある。さまざまに水、錦というのは綺麗な布を織る、綺麗な布のようなということですね。ですからもみじが落ちてきて水の上に浮かんでいるよという詩話になります。織る錦、これ最後、ここで声を止めましょう。それでは歌ってみましょう。秋の夕日に出る山もみじ、恋も薄いも数ある中に、松を光。